で死ねるかよ。てめえに助けられるからな。ん？お前は。久しぶりだな、キリュウカズマ。博士。お前なのか。失敗だったな。てめえの首狙ってる男を助けちまってよ。それとも、今からでも俺をやるか？ずいぶん追い詰められていたようだな。お前ほどのゾンビったって所詮は雑魚が大半だ。この俺がやられるわけねえ。銃の弾さえ切れなきゃな。ずっと逃げていたんだ。まあな。だがとっとと諦めちまえばよかったんだ。そうすりゃてめえにこんなざま見られなかった。借りは返させてもらう。だがその代わり礼は言わねえぜ。別に借りを返してもらう必要はない。それじゃこっちが収まらねえっつってんだ。そうだな。新たな協力者だな、キルさん。元気か？この害虫野郎。お前、ゲイリ。なんだこの野郎は。アラセカズド、元錦山組の極道だったな。あ？凄腕のガマだったはずです。まだ衰えていなければ。俺の腕なら今すぐ証明してやるぜ。てめえの体に思い知らせてやる。キルさん、アラセ、俺のところで預かりやがるよ。おい、てめえ何勝手に話進めてんだ。連れ出したい時いつでも来るといい。分かったか、この害虫が。だから待てっつってんだよ。ああ、そうさせてくれ。
さかてめえと肩並べてゾンビ撃つ羽目になるとはよ。人生ってのは分からねえもんだな。同感だ。行くぜ。うめえじゃねえか。
不明じゃねえか。後ろのビルからだ。確かなのか。ええ、つまりこういうことだ。お前を狙ってるのはゾンビじゃない、人間である誰かだ。元は東上会の4代目会長だ。心当たりくらいあるんだろう。多すぎてさっぱりわからねえ。そうこなくっちゃな。援護するぜ、キリュウ。お前行って狙撃手を捕まえろ。おそらく雇い主がいるだろう。そいつの名前を吐かせる。いいな。ああ、わかった。よし、行け。
まねえな。つい急所に当てちまった。へへ、そう怒るなって。次は死なねえように殺すさ。何者だ、こいつ。さあな。ただこいつ、腕の割に装備はなかなか金かかったんだ。ああ、これは悪くねえ代物だ。俺用に少しカスタマイズする必要はあるが。俺はゲイリーのところでライフルをチューニングしてくる。隠れエリアに入るときは俺に声かけな。敵はまたスナイパーを送り込んでくるぜ。ああ。俺はスナイパーに鼻が利く。てめえへの借りはこれで返せそうだな。
監督を助けに。いやいや、それはこっちのセリフですよ。まさか助けに来てくれるなんて、本当感激です。銃を持ってなかったんで、すごく心強いですよ。いや、俺は。あ、違いました。監督を助けに来てくれたんじゃ。俺でよければ手を貸す。ありがとうございます。本当に。俺工藤って言います。キリュウ。それより監督が襲われたってのはこの辺か。でも監督バッティングセンターの中に逃げましたから。そうか、まだ無事でいるといいがな。本当にキリュウさん、行ってみましょう。ああ。うわ、ゾンビがこんなにたくさん。ああ。こんなとこに逃げ込んだのか、監督。うん？間違いない、監督です。あんな血まみれになって。気の毒したな。どうする？監督の遺体をあんなところに放ってはいけません。せめてもっと人の目につかないところに。そうだな。お願いします、キリュウさん、俺を監督のところに行かせてください。わかった、しっかりついてこい。助けないと。俺のことはいい。グズグズするな。急ぐんだ。わかりました。どうなった？さあ、工藤君、カメラスタンバイ OK？ はい、OK です。よし、いいぞ。さあ、そこのあなた、どんどん撃ちまくっちゃってください。よー、アクション。Ah!
さあ、さすがキリュウさん。ん？監督はどこに行った？え？あれ？そういえば、どこに行ったんでしょう？どこを見ている？こっちだ、人間ども！は？なんだ？監督？あんた、何やってんです？黙れ！私は監督ではない。ゾンビの支配者、カムロキングだ！カムロ？行け、行け、行ける屍ども、人間を根絶やしにするのだ！キリュウさん、あの人おかしくなっちまった！らしいな。ゾンビから隠れてたんです。ふざけた野郎だ。あの、失礼ですが、あなたもしかしてキリュウさんでは？ん？道島の龍ことキリュウカズマ、あの伝説の極道と呼ばれた。監督、キリュウさんのことをご存知なんですか？やっぱりそうだったんだ。うーん、なんでついてるんだ。あのキリュウさんの喧嘩を撮影できるなんて、これはすごい映画になりますよ。キリュウさんがそんなにすごい方だったなんて。申し遅れました。私、映画監督の岡村です。キリュウさん、今日あなたは私の命だけでなく、私の映画までも救ってくださった。これは今の私にできる精一杯のお礼です。どうか受け取ってください。遠慮なくもらっておく。撮影はもう終わったのか？ええ、クランクアップです。監督、ついにやりましたね。ああ、君のおかげだよ。ありがとう、工藤君。監督、ああ、だがまだまだ編集やおトイレ、いくつも山がある。これからが本当の勝負だ。ええ、よし、さあと決まれば早速仕事だ。映画を完成させるぞ、クラ君。はい。キリュウさん、本当にありがとうございました。映画の完成、楽しみにしていてください。ああ、そうさせてもらうぜ。ありがとうございました、キリュウさん。本当に本当に感謝しています。